アフリカの地理アフリカの位置アフリカは61のテリトリーを要する大陸で地球上で南半球に広がる大陸では最大のものである大陸本土と周辺の島しょ部を合わせ30368,609平方キロメートルの面積があるアフリカはヨーロッパとの間に地中海を挟みアジアとの間に航海を挟み北東端にある130キロメートル幅の スエズ地境でアジアとつながっている地政学の検知では、スエズ運河の東に位置するエジプトの市内半島はアフリカの一部とされることが多い。最北端のベンサッカ岬から最南端のアガラス岬まで、南北の長さはおよそ8 0 0 0トル最西端のベルデ岬から最東端のハーフーン、岬まで東西の幅はおよそ7 4 0 0トルである。 海岸線の総延長は2万6千キロメートルだが、海岸線が単調なので、はるかに小さなヨーロッパの3万2千キロメートルと比較しても短い。アフリカ大陸では、東半球の北側を東西方向に走る構造線の一部と、大陸を南へと走る南北の構造線が見られる。よってアフリカは直行する2つのセグメントで構成されていることがわかる。そして、ここから分岐する。 複次的な構造線がある。人工衛星から見たアフリカアフリカ大陸の平均海抜は約600メートルで、北アメリカや南アメリカの平均海抜とほぼ等しく、アジアの950メートルよりかなり低い。他の大陸とは対照的に標高が極めて高い地域も極めて低い地域もその面積は比較的小さく、海抜180メートル以下の土地は驚くほど狭い。 最高点の標高がアジアや南アメリカと比較して低いばかりか標高3000メートルを超える地域も珍しく独立峰や一部山脈に見られるに過ぎない大地とその表面から突き出す工法や山脈こそがこの大陸の特徴である標高の高い土地は東部と南部に見られ北や西へ行くほど標高は徐々に低下する平野とアトラス山脈を除くと この大陸は大きく高大地と低大地の二つに分類できよう。その境界は、高海中部と西海岸の南位6度付近を結ぶ南東側に湾曲した線となる。アフリカは地理的に複数のゾーンに分類できる。第三と第四については以下に詳述する。アフリカの地勢南部と東部の高原で標高が600メートルを割ることは、まずなく、平均海抜は1000メートル程度である。 南アフリカ高原は、南位12度付近から東、西、南の3方向へいくつもの高地がうねり、その後休憩者で海岸に至る。その形状は伏せた茶宅によく似ている。アフリカ南部では低地を挟んで3つの高原が向き合う。この大きな低地グレートカルーは、乾燥して痩せた土地であるが、高原そのものも一部は、カラハリ砂漠という一層不毛な土地である。南アフリカ高原は、 北東部に行くと標高がやや高くなり、やや性格の違う東アフリカ高原に連続する。高地帯の東側にある構造線が東西に拡張しこれがいくつものゾーンに分岐して南北に走り、山地、大地、窪地を形成した。圧巻なのは東西2つの地高帯の存在だが、これは近くのセグメント全体が沈降して生じたものであり、その底には巨大湖がある。 南部に向かうにつれ二つの地交体は収束し、一つの大きな谷を作る。そこにできたのが、マラウィ湖である。南部ではあまり目立たないがそれはこの系としては、流気や人口が小さいためである。さらに、北へ行くと、西側の人口は大地交体と呼ばれるようになり、その長さの半分以上が水面となって、タンガニーカ湖、キブ湖、エドワード湖、アルバート湖というアフリカ大湖湖湖を形成する。 タンガニーカ湖は長さ6 0 0トルを超える世界最長の淡水湖である。この第一交代にはいくつもの活火山があるが、東トラフの東側でほぼ四五線上に並ぶ。東部の陥没帯は東アフリカトラフ、または東リフトバレーと言われ、ここには小さな塩湖が点在するが、これを水源とする河川はない。唯一西リフトバレーの湖水群に危険する大きさの湖は、 トゥルカナ湖である、リフトバレーから東にほど近く、キリマンジャロ山がある。山上に規模と、マウェンズイという二つの峰があり、校舎は標高5889メートルで、アフリカ最高峰である。そして近くに、ケニア山もあり、標高は5184メートルである。西トラフの東側にある、ルーエンゾリ山地も、同様に重要で最高峰は5000メートルを超える。 地高帯のその他の火山としては、キブコの北にあるキルンガ山群が今も活動中である。アフリカの高地として三つ目に挙げるのは、エチオピア高原であるが、標高1500メートル以上の土地面積では、大陸一で、起伏の激しい山が連なりその標高は4600から4900メートルになる。この一帯は、東アフリカトラフのすぐ西にあり、この先は東への死脈と分かれて、 北に続き、航海に没する。中央にある円形の盆地には、棚湖がある。大陸の東西で、高原は、海岸線と、並行して、細長く続くが、東部エチオピアの山岳地帯は、その後航海に沿って北上し、山陵の標高は2000メートルほどで、推移する。西部では高地帯は幅広くなるが、標高は低くなる。ギニア湾の内洋から内陸に入ったあたりが、 最も山深い一帯だが、その標高は1800から2400メートルになる。文字通り、ギニア湾の最用にあるのが活火山のカメルーン山で、標高は4075メートル。ここから南西に火山島が点々と連なる。その最も大陸側のビオコ島にあるマラボ山は標高3008メートルである。大陸最西端にあるフタジャロン高原は、 ニジェール川やガンビア川などの分水海として重要だが、これより西や北にはアトラス山系に至るまで高地といえるものは存在しない。北緯17度より北は東海岸から西海岸に至るまでほとんどが砂漠である。アフリカ大陸の西から東、そしてこれに続き北から南へと内陸中央部に交互に盆地と高地が存在する。そのうち最も目立つものは 赤道直下で円形に広がる今後盆地だが、かつては内海だったらしい。不毛なサハラ砂漠は世界最大の砂漠で、総面積は900万平方キロメートル。西は大西洋岸から、東は紅海岸まで至る。全域が緩やかな高原状だが一部に山地もあり。 アルジェリアアハガル高原のタハト山の標高は2918メートル。チャドティベスティ山地のエミクウシ山は3475メートルである。地中海とは北西をアトラス山脈で北東を岩の平原で区切られ北東端はナイルデルタに達する。ナイル川は砂漠のただ中を砂漠とは無関係に貫流する。アトラス山脈は大陸北西部にあり北には地中海 南には幅160キロメートルほどの草原が広がる。内陸側の斜面からは数多くのアジがサハラに向かう。現在砂漠である地域にはかつて水流があった。サハラ砂漠の南に広がる平原をサヘールという以下の表でアフリカ大陸の主な山と湖のおよその標高を示す。アフリカの高原の外周斜面を流れる河川の多くは河口までの水路が比較的短い。 しかし大河川は水源地帯から川口までの間内陸高地で長い距離を流れる。アフリカ大陸の河川水の多くが北と西の海へ流れるが、これは大西洋の水系とも言い換えることができる。東アフリカ高原の湖水はナイル川とコンゴ川の水源となるが、前者は大陸最長の川であり、後者は流域面積でも流量でもアフリカ大陸最大の川である。 上ナイル川は赤道付近の山岳地帯が源流である。そこから水流は東に向かい、アフリカ最大のビクトリア湖に流れ込み、さらに西北に流れて、アルバート湖でエドワード湖からの支流と合流し、水量を増して北へ流れる。北緯7から10度の間で川は湿地帯を流れる。アルガザル川が西から合流し、エチオピア高原を水源とするソバト川、青ナイル川、 あとバラ川が合流した後、砂漠の中に肥沃な河川敷を一筋残して、大三角州を経て、地中海へと流入する。コンゴ川の源流で採用に発するのがチャンベシ川で、南西に流れて、湿地の中のバングウエウルコに流入する。この湖からコンゴ川という名称になる。まず南に流れ、北に転じると、ムエルコを経て鬱蒼とした森林の中の盆地を降り、数多くの支流と合流して、 水量を増しながら大きく大きく半時計回りに方向を変えて西南に向き、最後に西部高原を経て大西洋に注ぐ。今後川流域の北方、地形のうねりで分かたれたところにあるのがチャドコの流域である。この水源は主に南西から流れ込むシャリ川の水である。この西にあるのがアフリカで3番目のタイガニジェール川の流域である。水源ははるか西方にあり、 ナイル川やコンゴ川とは流れる方向が全く違う。しかし流れ込むのは大西洋でこの川筋を確定する目的でヨーロッパの地理学者は何世紀も追やしこの流域を探検した。主要な支流は東から流れ込むベヌエ川である。これら河川の流域は北アフリカと西アフリカで定地のかなりの面積を占める。乾燥地帯では 内陸河川が海に届かずに消滅することは、中期に値する。大西洋に流入する主要河川には他に、東海岸近くのドラケンスバーグ山脈に発して、大陸南端を東西に横断する、オレンジ川、大陸南部西海岸沿いの高原から西に流れる、クネネ川、クワンザ川、オゴエ川、サナガ川、西アフリカの高地を水源地にする、ボルタ川、コモエ川、バンダマ川、 ガンビア川、セネガル川がある。セネガルの北 1600km 以上は砂漠が海岸線に達し河川がない。それ以北ではアトラス山脈から大西洋や地中海に流れる小河川がある。インド洋に流入する河川で最大のものは西海岸に近い内陸高原を水源地とするザンベジ川である。主流の源流は南十一度十一分、統計十四度十二分。 標高1500メートルである水源地でしばらく南東に流れ、その後北東に転じ東のインド洋に注ぐ。マラウイコを水源とするシャイア川ほか主な支流は南位12度付近を東西に横断する高地を南に流れ下る。ザンベジ水系は南西部でタウケ川と増水時に交錯する。タウケ川の残りの水はその下流でオカバンゴ川となり、 かつてのんがみこが干上がった後の湿地に流入すると消滅する。その南にあるリンポポ川は内陸高地の一部を流域として海岸近くでムカヤ高地の間を流れる。ルブマ川、ルフジ川、ダナ川、ジュバ川、シェベリ川は東アフリカ高原の斜面を流れ海岸線近くの三角州で消滅する。アワッシュ川はエチオピア高原に発し、 アデン湾近くの窪地で消滅する。最後に海洋ではなく東アフリカ高原の大地高帯の湖に流入する河川を上げる。その最大のものがオモ川であるがエチオピア高原に降った大量の雨水をトゥルカナ湖に流し込む。アフリカでは河川や湖障による水運の大ネットワークが形成できようが、その鍵は河口のサスヤ幕府という障害にどう対処するかである。 アフリカ大陸の主な河川の流域を示す地図。河川名または故障名別に色分けされている。ドクター A ブルーダウによるアフリカの水系別流域面積は次の通り。河川、故障別流域面積は次の通り。コンゴ川の流域面積はアマゾン川に次いで広い。アフリカの内陸水系の流域面積はアジアの約1000万平方キロメートルに次いで広い。 アフリカの主要故障は、東アフリカ高原の説明中に触れたが、ここで補足をしておく。大地高帯にある湖には、固定の傾斜が急でしかも極めて深いものがある。これは、タンガニイカ湖とマラウイ湖では顕著で、マラウイ湖の水深は790メートルにも達する。しかしその他は浅く、寒気には、地高帯の急斜面にまで水位が上昇しない。マラウイの北側の窪地にあるルクワなどは、 その一例であり、東地方帯にあるエヤシコやマニャラコも同様である。快活な地表にある湖は浅く、ビクトリア湖でも水深は90メートル弱である。東アフリカ以外の地域にある、主要湖湖は、北部にある内陸水系のチャド湖、コンゴ川の上流域にあるバングルエウル湖と、ムエル湖、コンゴ川の湾曲部にあるマインドンベコとトゥンバ湖などである。ムエル湖を覗き見なさい。 ジャドコは干上がりつつある。東アフリカの湖障の生因については、様々な仮説が提唱されてきた。例えば、一部の地質学者はかつて、今後盆地全体が海底だった頃に、タンガニイカコも海の一部だったと考える。別の仮説は、湖水は、干没により生じたく墓地に溜まったものであるとする。ちなみに、前者の見解はクラゲ、軟体動物、エビ、 カニなど海洋性の生物が湖に生息するのを根拠としている。マダガスカル島を除きアフリカの島は小さい。マダガスカル島の面積は595,230平方キロメートルで、グリーンランドニューギニアボルネオ島に次世界で4番目に大きい、アフリカ大陸の南東海岸沖、モザンビーク海峡を隔てて400キロメートルの距離にある。マダガスカルではその全域で、 アフリカと南アジアに共通する動植物症が見られる。マダガスカルの東沖のインド洋には、モーリシャストレ・ユニオンの諸島がある。そことラ島は、クアルダフィ岬の北東に位置する。北西海岸の沖の大西洋には、カナリア諸島とカーボベルデレットがあるが、これらは、ギニア湾に浮かぶ小島群と同様に、火山島である。植生の季節変動、2月と8月大陸のかなりの、 面積が熱帯に属し、赤道を挟んで南北への広がりがほぼ等しいため、アフリカでは各地の気温に劇的な違いは見られない。北アフリカの低地と砂漠地帯では高温になることがあり、大陸の広い地域で海洋の影響を受けず、昼夜の温度格差や夏冬の温度格差が大きい。これより南では海洋からもたらされる湿気により熱はいくらか緩和される。 また東、アフリカをはじめ標高が高い地域では、気温の比較差は、今後盆地やギニア湾岸より拡大する。大陸の北端や南端の気候は温暖であるが、北側の地域は南側の地域より全般に気温が高い。その理由は、大陸の南側では、陸地の東西幅が狭く、海洋の影響が気候により反映されやすいからである。 気候上アフリカの地域間格差が最も大きいのは降水量である。灼熱したサハラ砂漠とこれより小ぶりがカラハリ砂漠では極めて少量の雨が降るが海洋からの風は周囲の高地を通過しながらその湿気を失って後このような砂漠に吹き込む。そして日射により灼熱した内陸の大地で熱せられさらに湿度が低下する。またアフリカ中部には 山岳地帯があまりないためこの一帯では急激な上昇気流が起こりにくく、水蒸気が凝結しにくい。熱帯地域の降水量は太陽が天頂を通過する直後に最大となる。そこで赤道付近では年に2回太陽が天頂を通過するため雨期が2度あり、降水量も最大北海域線、南海域線付近では雨期が1度になり、降水量もやや少なめになる。 タウ地帯の様子は東西で大きく違う。北部の乾燥気候帯は東海岸に沿って南に広がり、南部の乾燥気候帯は西海岸に沿って北に広がる。熱帯のギニア湾岸地方やナイル川上流域では集中豪雨が発生し、世界のタウ地帯の一つに数えられる。アフリカで最も雨が多い地域はカメルーン山の西側の海岸地帯で、 平均年間降水量は約9,910ミ、mm、リメートルである。ちなみに世界最高はインドのメガラヤ州にあるジェラプンジで約11,630ミ、mm、リメートルである。赤道地帯では年に2度の雨季があるが南北の海域線に近づくにつれ一度に集約されていく。鉱山では降雪があり、頂上付近は鉱山性気候である。サハラ砂漠に隣接する地域では 微細な砂流を伴う、極めて乾燥した風が、砂漠から海に向かって吹き荒れる。こうした風は、エジプトでは、ハムシン、地中海地方では、シロッコ、ギニア湾岸では、ハルマッタンと呼ばれる。灼熱の風ではないが、極めて乾燥しているので湿気の蒸散が早く風の原因ともなる。同じような乾燥風は、南部のカラハリ砂漠でも吹く、東海岸では、インド洋から、 季節風が吹き、南東部では時折サイクロンが襲来する。大陸、州のどちらで見た場合も、域内を赤道を呼び、本書四五線が通っているため、井戸は北緯、南位、経度は東京、西京の境界が全て存在する。これはご大陸の中で、アフリカが唯一である。ありがとうございます。